青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はですね、ウクレレで作曲しようというお話ですね。まあ、ウクレレを弾いてカバー曲とかいろいろ弾いていくと、今度オリジナル曲を作ってみたら面白いかなと思って、この講座をちょっと考えてみました。はい、BJ はですね、今2000、もう間もなく3000曲に近いぐらいのオリジナル曲を実は作っておりまして、この曲、コツが分かれば皆さんも作れると思います。そういうコツがあるんですけども、まあ、いろんな作り方の方法はあるんですけども、その中から今回はですね、まずコード進行を作って、それにメロディーを入れるというお話です。はい、どういうことかと言いますと、まずコード進行は何でもいいです。あるコード進行でもいいですし、自分で作っていただいてもいいんですけども、今回じゃあ題材といたしまして、簡単なコードで A でE7、 この3つのコードでちょっと簡単なメロディーを作ってみましょうということですね。テンポとか、あとリズムとかですね、跳ねてる跳ねてない、これまあお好みの状態でやっていただくといいんですけども、まずとりあえずコードを弾く。例題としてこのパターンですね。これを続けていくうちに頭の中でなんとなくその中からメロディーって出てこないですか？メロディーの一番最初の音はですね、この A のコードの構成音の中のどれでもいいんです。はい、どれかからスタートしていただくといいんですよね。で、この間にこの音でいきましょうか。これをやってる間になんとなくちょっと外れててもいいんですね。その中から自分で調整していって、このメロディーを作るときに、このコードの流れをよく聞いて、そこに合う感じ、今ちょっと1箇所か2箇所かずれてる部分あったんですけど、それを何回もやりながら調整していきます。またずれてますよね。もうちょっと変えましょう。このずれてる部分はこのコードの中のどれかの音にするとぴったりハマると思うんですね。これに行きましょう。ってやると、今さっき言ったこの音にずれてたところを落ち着かせましたね。はい、これでメロディーがコードにぴったりハマった感じがすると思うんですね。はい、これでメロディーできてると思うんですね。ラララランラララー。はい、これも最後の音もここのコードの中の音ですね。で、同じのをもう一回繰り返しまして、2回目の最後を A の音で終わるんです。ラーで。そうするとララ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 ラ、これ E の音で終わってますよ。で、これが A の音で終わってますよね。はい、こうすると、一つの塊が終わったという感じになるんですね。はい、まあ、こんな感じでいろいろと自分流にこのコードに
いろいろとメロディーをつけていただくと、ここの生み出す部分がちょっと最初は難しいんですけども、感覚をつかめますと、いろんなコードでこうやっていただくと、そこのコードの中の音をつないでつないでつないで、コードの音をよく聞いてですよ、その中の音をつないでつないで自分のメロディー作る、これがもう作曲ですので、ちょっと試してみてください。はい、今は D と E7、 この3つのコードだけですけども、そこにいろんなコードを入れていくと、またその中でいろんな響きがこう出ていくという感じなので、まずは3つのコードで大丈夫ですから、 A と D と E、 この3つのコードであなたなりのメロディーをちょっと作ってみてください。はい、 DJ のウクレレ講座、コードからメロディーを作る作曲法ですね。ちょっと簡単に説明しただけですので、本当はもっともっと奥が深いんで、これもまあシリーズで時々、お送りしていきたいと思います。 DJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音、気持ちが癒される、土に染みて消えてゆく、表に残らない、大事なものはその先にある、すべて